皆さん、こんにちは。中島剛です。お元気ですか？今回、新型コロナの影響で、ついに日本も緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出が制限され、家で長い時間過ごすことになりました。そんな中で、学校にも行けず、レッスンもできない中、いかにストレスを溜め込まない生活を送るヒントを、少しでも僕なりに考えてみました。生活の中での気分転換は、ピアノを弾くこと、音楽を聴くこと、一日一度は外へ出て、日差しを浴びて、軽く走ったり、僕は娘とよく散歩をしたりしています。ピアノはぜひどのジャンルでもいいので、思いっきり自分の大好きな曲を弾いてみてください。そして普段は試験曲や課題曲でいっぱいいっぱいだと思うので、こういう時こそ基礎練習に時間を割いてみてください。後で基礎練習のその内容というんですかね、僕はこういうことをしてるっていうのをちょっと動画で紹介してみたいと思います。あとそれ以外は時間がたくさんあるので、初見のためにもね、たくさんいろんな譜面を読んで、こう弾けなくてもこう遊びながらこう学んでいくっていうのがすごく大事だなって僕は思ってます。まあそれができたら、その楽曲分析も含めてその気分転換になるし、このより一層こう新たな発見があると思います。皆さん、こんにちは。中島剛です。今日は前回お伝えした基礎練習の中から一つだけ、とりあえず一つ、今日はストレッチ代わりに、試していただけたらと思います。5本の指の中で最も弱い薬指を中心に、今回親指、小指を押さえながら、人差し指、中指、薬指を一つずつ動かして独立させる練習を試したいと思います。この練習は僕のレッスンでも生徒に取り入れています。時間があったらやってみてください。さっき言った親指と小指をドソドソで押さえておきます。それ以外の人差し指、中指、薬指を同じ指使いで動かしてみます。最初はゆっくりでいいんで、一音一音指が高く上がっていること、そして次に打鍵する瞬間は力も同時に抜けて独立するように意識してみてください。今度は違う。まあ、慣れてくるとこんな感じで、まあ、この辺が多分疲れてくると思うんで、それは、よく聞いてるっていうことで。で、これをやった後に、ハノンとか音階とか、チェルになると、すごく指が軽く感じるのが実感できると思います。なので、ストレッチ代わりにちょっとこれ試していただけたらと思います。それでは参考になっていただけたら幸いです。